春の大三角関係ストーリー中山幸子出演大川康樹冬の星座オリオンが西の地平線に沈むと乙女座が牛飼い座と獅子座を従えて空高く昇ってきます。乙女座のスピカは青白い一等星で夜空の真珠にも例えられる美しい星です。獅子座のデネボラは平凡な二等星のくせに周りに明るい星がいないのでなんとなく目立っている孤爵のやつ。そして赤銅色に日焼けしたたくましい男性に例えられる牛飼い座のアルクトゥールスは赤い星の一等星で、つまりこれが私です。まあ実際はそんなに日焼けしているわけではありませんが、春の夜空で北斗七星の秘釈の絵のカーブをそのまま伸ばすと春の大曲線と呼ばれるラインができます。それは私とスピカが仲良く手をつないだ姿でもありました。アルクトゥールスとスピカは昔からサンゴ星と真珠星、または男星、女星とも呼ばれ、カップルの星だったのです。ところがです。ある日、春の大三角形という言葉が地上から聞こえてきました。春の夜空の大三角形、春の大曲線では飽き足りない人間どもが獅子座のデネボラを加えて三角形をつないだのです。それはスピカを頂点にして私とデネボラが競い合っている姿でした。大三角形というより大三角関係じゃないか。スピカ、あんなパッとしない二等星を相手にするんじゃない。でもスピカは乙女座ですから、ご存知のようにどんな相手でもロマンチックな妄想を抱きます。スピカにとってのデネボラは魔法使いに輝きを奪われた不幸せな王子なのかもしれません。そして私は乙女座に遊びに行くたびに星座図鑑にお茶のシミをつけたり、トイレのスリッパを履いたまま廊下を歩く不注意なやつと思われているに違いありません。でもそれって大三角関係を夜空に描かれるほど悪いことでしょうか。思えば乙女座ってめんどくさい。春の大三角関係を解消したい。ちょっと離れてるけど今度こと座のベガのところへ遊びに行ってみようかしら。